奈良電気鉄道でハボ1300系電車とは奈良電気鉄道が保有した電車の位置形式である。1950年代中盤奈良電では戦中戦後の国士で疲弊した旅客車両の修繕や更新に追われる一方で貨物営業の廃止により在籍していた電動貨車が余剰をきたす状況にあった。そこで余剰となったデトボ351と デワボ501の2両の電動貨車の伝送品や台車を流用。これに全金属製の軽量車体を申請して組み合わせることで16メートル級の電動客車2両を製造することとなった。こうして1957年3月に名古屋の日本車両製造でデハボ13 1300K1301.1302 の2両が製造された。 車体五 15,500mm、全長 16,200mm、車体幅 2,500mm、最大幅 2,550mm、片引き式の客用扉幅が 1,100mm のに、扉 16m 級で窓の上下に補強体が露出しない、ノーシルノーヘッダー構造とした、平滑な外観の全金属性軽量車体を備える。その設計については、 同じく日本車両製造が製造を担当した、演習鉄道向け車両の図面を流用したという説が存在する。窓配置は D1D5D1 で、側窓は戸袋を含め幅 900mm、高さ 940mm の二段上昇式、スチールサッシを備え、下段に一本の保護棒を取り付けている。一旦に置かれた、運転台は、車掌台側をパイプ仕切りとした。 半出式で、運転台、側妻面は設計当時に流行していた、俗に、湘南側と呼ばれる国鉄80系電車を模した、非貫通流線型2枚窓構成を採用し、連結面側は中央に 900mm 幅の貫通路を設置する切り妻構成としている。前湘灯は、屋根中央に白熱電球を一棟備え、微棟は、腰板左右に、角一棟。 外付け式のものを取り付けている。座席はロングシート、屋根状の通風機はガーランド式である。車体の塗装は製造当時の奈良電の標準色である、窓状、クリーム、創価グリーンのツートンカラーである。奈良電開業時のデワボ500型に由来する機器を流用したため比較的低出力の電動機を備え、そのため全電動車方式を採用している。 端子電圧 500V 時定格出力 55kW の東洋電気製造 TDK-31T を吊り掛け式で、各台車に2機ずつ、計四機層化する。波数比は21時54分イコール2.57である。東洋電気製造製、ES 電動カム軸式制御機を搭載する。デハボ1301は、京都よりに、デハボ1302は、奈良よりに、 それぞれ東洋電気製造 PT-35S 皮脂枠パンタグラフを各一機搭載する。両形式ともに、クソー金属工業 78A-32B2 を装着する。これは型番からも明らかなようにボールドウィン A 型に由来する蛍光組み立て式釣り合い量式台車である。種車は、ウェスティングハウスやブレーキ純正の F3 動弁による、 電動貨車用の AMF 自動空気ブレーキを搭載したが、本形式は日本エアブレーキ製 M3 導弁による AM、M、自動空気ブレーキを搭載する。連結面間は衝動が少なく乗り心地の良い日本製高所製密着自動連結機を採用。運転台側は種車から流用したとみられるシャロン式自動連結機を装着する。普通列車用として全線で運用された。 奈良電の近鉄への合併直前に全消灯直下の幕板と屋根の接合部付近に雨戸を新設、さらに塗装が近鉄800.820系と同様の丸海一色に変更された。台車の関係か、走行時の縦揺れがひどく、乗務員の間ではホッピングカーと呼ばれていたという。近鉄合併の6 3 0 9も409近鉄。 編入に伴い、本形式は一旦も 455K455.456 に改版された。その後1964年にも455の台車、主電同期を、住友金属工業 96A43BC-1 と、東洋電気製造 t d k 5 4十二 A に交換、大幅な出力アップを実現した。これらはいずれも本来は、 三宮急行電鉄でに2 0 0 0系2 0 0 0から2007が、心臓から戦時中のもニ6251型への改造まで装着していたものと考えられている。これに伴いも456は、電装解除されて制御者の区355へ、改造、台車も余剰品とみられる、クソ金属工業系 S-33L に交換されている。なお、 これらの改造の際に2両ともブレーキ力を強化するため、営動差弁に増幅用の中継弁を併用する AR ブレーキへ改造されている。1964年から1969年の間は、奈良で園時代と同様に、新田辺車庫配置のまま、も430型を並結した3両編成で、普通電車に徴用された。その後、 1969年に実施された京都、柏原線火線電圧の昇圧工事の際には、車体が新しく十分継続使用に耐えるものであったことから、昇圧工事の対象者となった。この際、形式称号と車両番号の整理が実施され、本形式は2両編成であったことから400系に編入、それぞれも455も409と空355。 ににさされれらら機機器の更新も実施され圧に耐えられない主制御機を三菱電機 AB-194 から 15H へ交換、主電動機はもともと直流1 5 0 0ト用であった、ことからそのまま流用された。さらに8000系以降の大型車の増備が進んで、600系や400系の廃車が進行するようになると、 共通部品を使用する車両がなく、保守が難しくなりつつあった、主電動機を600系廃車発生品の三菱、電気メガバイト -213AF へ交換、9309の台車ももう4 6 0系4 6 2 4 6 3の廃車で余剰となった近畿車両 KT-46 金属バネシリーレン式台車へ交換している。その一方で、 保アンド工場のため全小灯を元々の灯具のままでシールドビームに等式に改造、微灯についても8000形用と共通の標識灯を内蔵したものに変更、踏切事故の際の ATS 車上司保護対策として廃焼機の追加設置も実施している。昭和後は生駒・マ、タワラといった非線区を中心に使用されていた。生駒線では ラッシュ時に 400KO に編成連結した4両編成での運用が存在し、また、タ原ラ線でも入出庫の送り込みに改装で 400KO に編成連結した4両編成が存在したが、運転台、側妻面が非貫通構造であったためか、この409編成は、他の 400K 各編成と連結して4両編成で運用されることはなかった。車体の老朽化で、 他の400系各編成は1977年までに廃車となったが、409編成は、車体の経年が1977年の段階で20年、と800系よりも新しかったことからその後も残され、主に、リコマ線で800系、820系などと混用された。しかし、車体と機器の双方について老朽化が進行していたことや、 冷房改造が困難であったことなどから心臓も30年となる1987年に廃車。そのまま2両とも解体された。そのために両とも現存しない。ありがとうございます。